どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは、ラブちゃんです。ラブラドールですね。はい、というわけで若くて元気いっぱいというふうに、はい、というわけで今日何の話をしようかなっていう話なんですけど、これだけ元気いっぱいのワンちゃんいるのでね、ちょっとね、もしね、ワンちゃんと一緒にやってる中で疲れを感じてしまったらっていうことですね。はい、悪気はないですよ。で、自分たちもそうなんですけど、ラブ、おいで。ワンちゃんはね、常にこう元気いっぱいで、毎日ね、子犬のこのテンションでやられると、もう飼い主さんも疲れちゃう時ってあると思うんですよ。あー、リードイタズラしてる、おいで。はい、座って、よし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 、ね、で、ここでね、問題なのが、はい、このラブちゃんどうしますかっていうところで、もしね、このワンちゃんと一緒に付き合っていくのに疲れが出てしまった時に、無理にね、ワンちゃんに付き合ってやってあげちゃったりすると、イライラしたりすると、お互いの関係で良くないんですよね。なので、飼い主さんもね、人間で育児のようでじゃないけども、やっぱり子育てが大変だって思うことって別に悪いことじゃないんですよ。なので、大変さを感じた時にどうしたらいいかっていう話をちょっとしていこうと思います。まずね、一つ、自分的にね、こういう気晴らしいなって思うのは、トリミングサロン、まあ、例えばね、今いる、ラブちゃんもそうなんですけど、洗いにあんまり出さないで家で洗ってますよっていう子も、変な話、そこを、トリマーさんにお願いして洗いに出すってなってくると、洗ってる間自分が自由になりますよね。その間に自分の、気持ちだったりとか、まあ、そういうのリフレッシュしてきたりとかしながら、ワンちゃんと再度もう一回向き合おうっていうのはありだと思います。はい、もう一つ、ペットホテルとか、犬の幼稚園とか預かりをやってる施設に預けるっていうことですね。今後例えば、トレーナーさんとか訓練士さんにお願いしようかな、預けようかな、でもお金かかるしな、ちゃんと覚えなかったらどうしよう、また暴走するんだろうなって、もし悩んじゃってる時には、まずね、最初に、そういうことをいきなりしようっていうよりも、一旦ちょっと離れてみると、一泊とか二泊とかちょこっとお泊りに出して、で、ワンちゃんの向こうでも遊んでもらったり、お世話したりしてもらってる時に、今後私たちはこの子たちとどう付き合っていこうかなっていうのを家族で話し合ったりとか、もう一度ね、向き合うためにきちんと考えるっていうこともいいと思います。で、3つ目がね、自分たちトレーナーさんにお願いして遊んでもらうっていうことですね。人に頼るの別に悪いことでも何でもありません。ラブ、おいで。ね、もちろんね、大事なことです。で、このテンションで付き合っていくってなってくると、もちろん疲れるし、で、疲れた時に無理くりやっても我慢して、やったことに、いい成果、うまいこと、何かいいこと出るっていうことはなかなかありません。なので、もしね、本当に困っちゃってる時は、一度、そういう冷却期間じゃないけども、お互いにね、ちょっとこの先どうしていこうかなっていうのを考える時間を取るのがありだと思います。ぜひ、元気いっぱいのワンちゃんと付き合っていて、もしちょっとこの子と付き合ってるのちょっと今大変なんだよねって思った時に、私飼い主失格だとか思う必要じゃもちろんないですよ。うまく向き合えるようにやっていくことがすごく大事。座って、そう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 、ね、何度でも気長にやれるようにやってあげてください。ぜひね、ワンちゃんたちとそんな風に接してみてはいかがでしょうか。ラブ。